どうした？マイリアスだ。ナイル型の奴ら。ああまで話が通じねえと。全部品物、全部持って行きやがって。けど、小太郎が追い返してくれたんです。なあ、相棒。元手に一山当てやせ。旦那、そんだけまた買いに。
ご供養いかがかね。死者たち、悟空、死者たちに。
あんた、また生き残ったのかい。なんとなくはわかってるんだろ。あの片腕の鬼が、元は何者だったのか。いいよ。そうかい。その方がいいかもしれないね。何の因果か。塩素の炎に焼かれ、鬼となり、苦しむ者がいた。あんたはそれを終わらせた。それだけのことさね。あんた、覚えておきな。塩素はもう、積もる先を失った。戦が続けば、世はもっとひどいことになるだろう。だからって、あんたが代わりになることはないんだよ。さあ、もう大雪。あんたには、あんたのお役目が、なすべきことがあるんだろう。さあ、あん。Thank you.
九郎様。久しいな、巫女の忍び。見よ、不思議のもう一振りを。健一郎殿。そのようなものでは、決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、竜印など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。御意。参る。ああ、しまいとしよう。俺がアシナを生かす。何もできなかった。だが、竜印がこの国を生かす。これでアシナの世は明ける。わしはこのアシナをよみがえらせねばならぬ。ゆえに赤炉、お主を斬るぞ。参れ赤炉。
アシナを生かす。封じらせはせんぞ。